2月にムーブメント交換したんですよ俺。んでね、ムーブメント交換したんですが、なんだ、何やってんのってもう。おい、当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではこちらね、2月にムーブメント交換をしたんですよ。で、まあ依頼でムーブメント交換したんだって。うん、でまあ、どうやらまた不具合出たらしいんです。2月1安だから、2月だから今言いますか、まあそれぐらいで不具合出る、うん、まあよくあることだね。まああまり早いもんで、ちょっとねムーブメントを変えてあげようと思うんだが、見事にします。うん、早いもんでっていうか、ちょっとまあ2月1日がもう嫌だっていうもので見事にしよう。見事がいいってことで、うん、見事に入れ替えます。なので821A に入れ替えです。でまあ 821A、 これはなんだ、見事に入れ替えたいってことで、うん、それとやっていきましょう。ではムーブメントを取り出したので、821A、 ミオタ 821A です。ハック機能ありの方だね。ハック機能ありのタイプですが、これはカレンダーがついてるけど、カレンダーどうしようかな、つけたままにしようかなと思ってます。ちょっとまあミオタなので、そのままちょっと取ろう。やっぱり取ろう。ディスク外します。そう、ムーブメントは余計なものがない方が、まあ、ストレスない方が、少しでもストレスない方がいいのでね、カレンダー機構は外していきます。ディスク、そしてそれに携わるパーツ、すべて外していきます。まあ最初見事だったので、そのままでもいいかなと思ったんですが、やっぱり少し気になるので、うん、ない方がいいと思って、なのでね、外していきましょう。まあ、大体まあ外して、いつもねカレンダーないものは外すんですが、うん、今回もやっぱりね外します。で、ミオタの場合、結構このなんていうのかな、カレンダーに携わるパーツ結構多めなので、ちょっとこの2813よりも手間が少し多いかな。とはいえね、やはりミオタですので、かなり精度がよく作られてます。そのいじり具合だとかはかなりね、整備性とかかなりいいので、この辺は2813に慣れてる人であれば、かなり簡単にできます。ただ、組むとき少しね、コツがいりますので、カレンダー機構を組む場合ですね、ちょっとコツがいります。今回は外すだけなのでね。ほら、この辺のバネですね。ノッチのバネ、そしてノッチ、そしてこの早送りのこれだね。
これ、それに携わるバネ、これです。これね、意外と折れたりするんですよね。このバネ結構折れたりします。今まで1回だけ修理ありました。1回だけ修理したことあります。まあ1回ですけどね、それでもね。で、あと歯車ですね。カレンダー送り、日送りの部分のここ、歯車外していきましょう。ここね、プラスチックなんです。この歯車はプラスチックなんだよね。これ、ここはネジ、ビスで止まってます。これを外してあげて、そう、これですね。これが伝達車になってます。ここは伝達だね。日送りへの伝達。これを外します。うん、これでもきちんと動きますね。そしたら、日送り。これも外します。ここもビスになってます。ここもあのプラスチックパーツです。これだね。これを外せば、あとは OK です。これを外して、で、これを外すと。で、デイデートのモデルもありますので、そういったものと一緒の、この、なんていうのかな、作りになってます。デイデートは、これに、あの、曜日が乗っかるだけなので、そう、これで OK ですね。これで余計なものは外せました。まあ、ストレスない方がいいですのでね、ここできちんとこの、時刻設定ができるかとか、それに付随して、きちんと、時刻が合ってるのかどうかっていうのも確認が必要です。必ずね、稼働テストは最後しましょう。そして受けは必ず乗せます。受けは必ず乗せましょう。受けがないとね、この筒金だとか筒車、そういったものがずれてきますのでね、受けは必ず戻します。ちょっと裏表あります。きちんと裏表がありますので、それに合わせましょう。きちんと乗せてあげて、でディスクも外しちゃいます。ディスクも外します。で、浮きを乗せたらこの状態で OK。 よし、そしたらこれはあれだな、このスペーサーがいるんだな。スペーサーはミオタのこのムーブメントに付随されてきます。スペーサーに、そしたらスペーサーをつけましょう。8215なんかはスペーサーなくても稼働するんですが、スペーサーがついてきた場合、スペーサーがきちんとね、ついてきている、これムーブメントですので、そういった場合は必ずスペーサーをつけましょう。スペーサーがないとうまく稼働しないっていうこともありますし、このケースとこのムーブメントのその、なんていうのかな、厚さの関係もありますので、必ずスペーサーがついてきたムーブメントに関しては、必ずスペーサーをつけてあげましょう。そうしないとちょっと厚さが変わったりして、このマキシンの穴がずれたりしましたね。よし、そしたらちょっとね、ミオタに装着する場合、針が当たる場合があるので、ちょっとこういったものを敷きます。文字盤に針が当たる可能性もあるものがあるので、こういったものに敷くんだよね。これを敷きます。隙間を作るっていうのかな。よし、そしたら当たりチェックを必ずしましょう。文字盤との干渉だね。ではね、まあ、針をつけていく場合、まあ、ミオタに乾燥する場合なんですけど、この文字盤に、なんていうのかな、この軸、筒金やその筒車の長さが短かったりする場合も結構ありますので、そういった場合ですね、文字盤に傷がつく場合だったりとかっていうのも結構あるので、こうやってまあ敷物を敷いたりとかがいいです。で、なんていうのかな、針を何度も抜き刺ししたりするので、こう深く刺さっちゃう場合もあるのでね、結構こういったものを敷いてあげた方がいいですね。そう、そしたら残りはね、いつも通りの作業です。ここら辺は音楽に合わせて流していきましょう。
ミオタ821ハック機能あり、よし、ハックありだね、いいね、ここにの混入は大丈夫だ、よし、よし、ミオタを入れた、ということで今日はミオタへの感想ですね。ミオタ白機のアリへの感想です。このエクスプローラー1のコピーなんですけど、2月にねムーブメント交換で1回入ってきてます。これのところに入ってきて、まあ約半年だね。半年でまあ不具合が出たと。まあ2813特有のやっぱりこの悪さだね。うん、遅かれ早かれ長持ちするのはめちゃくちゃ長持ちしますけど。大体はまあ不具合って出始める時期というか1年ぐらいでまあダメになっちゃうのもありますからね、やっぱり使用期間というか使用頻度が高ければ高いほど2813は不具合出ますから、でまあもうこの人は2813嫌だから、どうにかしできませんかということで、まあ見応え感想です。でまあ今回エクスプローラー1はカレンダーがないんですよ。でまあ注意してほしいんですけど、このなんていうのかな、ミオタへ換装する場合2813と互換性がありますから、2813の文字盤使えますし針もそのまま使えますから便利なんですけど、カレンダーがね、どうしてもカレンダーがあるモデルはカレンダーがね、ちょっとダブルカレンダーって言うんですけど、こういったタイプわかるかな、これ2813です。これがダブルカレンダー、カレンダーにカレンダーを乗っけてるんですよね。要はオリジナルのロレックスはちょっとねカレンダーが内側に来るんですよ。
が普通のシングルタイプと言われてるやつです。こういう感じ、ちょっとカレンダーがね内側に来ます。こっちは内側に来るんです。だからこのタイプの2813にはミオタはミオタのムーブメントを入れたところでカレンダーがずれるんです、うん、だからカレンダーを上から貼る、そうダブルタイプにするっていうこともするんですが、ミオタにカレンダーを貼ると動きがどうも悪いです、うん、何回かやったことあるんですけどどうも悪い。だからシングルタイプのコピーでシングルカレンダーのコピーであれば以前もやったことあるんですけど、ミオタは乾燥可能です。乾燥可能って、まあ、ダブルタイプの乾燥できるんですけどね、どうもね貼らなきゃダメだから、そういったタイプはやっぱり動きが悪い、非常に悪いです。で今回はエクスプローラー1のコピーはカレンダーがないですから、カレンダーを外しちゃいます。全部それに携わるもの全部外しちゃうんですよ。そうするとまあムーブメントは余計なものがなければないほど、簡素であればあるほど、まあストレスない方がいいですから、全部外しちゃってまたねこう乗せるんですけど、そうするとまあ動きいいんですけどね。なのでこのダブルタイプのを使ってるコピーかなり多いですから、これだとね乾燥できませんと、できなくはないけどあまりおすすめしない、あまり意味ない、うん、でまあミオタはあのデートジャストじゃないからカチンと変わらないんですよ、うん、必ずモーションがありますから、 日替わりのモーションがあって変わりますから、うーん難しいよね難しい2813不具合出てやだっていう人も結構いますから、であればミオタに感想なんですけど、そうなるとこのカレンダー問題も出てくるんですよ。このカレンダー問題がね、ちょっと内側に来るんだよね。別にこのシングルタイプこちらでもこちらで使ってわからんからね、そんなわからんよわからんからね、これシングルタイプの方がいいんだけどね。でこれでシングルタイプのコピーにシングルタイプのカレンダーのコピーにミオタを乾燥するっていうのが一番なんていうのかな、いいよね、確かです、それが一番確か、それが一番いいと思います、まあ、今回はねあのミオタに乾燥してまたこれで長持ちすると思います。やっぱりねミオタはいじって触っててもやっぱりねいいもんね。やっぱまあコピーの安価なムーブメントと比べてしまえばね、しょうがない話ですけど、コピーでもねやっぱりこのクローン系はいいですから、クローン系そしてエタ系と言われてるやつ、あの辺になるともういいムーブメントですから、全然まあ不具合も少ないんですけどね、このどうしてもやっぱり2813系安価なムーブメントですね、この辺はやっぱり不具合が多いですから、まあどうしても安価な分値段は安いですけどね、やっぱりミオタはもう倍以上の値段しますから、ムーブメントでもね、そこはやっぱりまあ安さはかなわないけどね、不具合出たらもうポン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 交換する、まあ自分で交換できる人はもうポン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 交換すればいいんですよ。安いムーブメント2813でねパン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 変えていく、壊れたらもう変えていくっていうのがね一番理想です。自分でできれば、まあ、本当に安いですから、それが一番理想ですけどね。まあできない人はミオタに乾燥して少しでも長持ちさせる。ミオタに入れ替えちゃうと結構ね長持ちしますからね、うん、まあそれでもまあ機械物ですから不具合出たりしますけど、その不具合は少ないってことですね。今回はだからまあだいたい半年ぐらいで不具合出たのかな、まあミオタに乾燥ということでうまくいったかな、長持ちしてくれるといいですけどね。ってことでこういった日々の作業、また動画にしきれない作業なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらでよくアップしておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ということで本日は、まあ、いつもたまにあるミオタへの感想ですけどね。やっぱミオタいいよ。このマキシンの差し具合もすごくいいもん。パチンと入るからね。すごい気持ちいいんだよ。あの本当に気持ちいいな。あの何回も入らない、この。いや、実際の中も入らないマキシンとは全然違うよ。マキシンパチンと入るから、ね、すっげえ気持ちいいんだよ。押し取りもしやすいし、抜けるのもスッと抜けるしね、パチンと入るしね、これやった人は分かると思うんですけど、ね、パチンと入るんだよ。身を立ってパーンと入るんだよね。気持ちいいんだよ、あれ。まあ、そんなことより、またご視聴、よろしくお願いします。なんか挨拶違うな。本日もご視聴ありがとうございました。またね。
ちに寄